一応その場所が終わった後の1週間が休みっていうふうに1週間しかないんですか。なんで、はい、その長期の休みってないんですよ、ね、はい、力士って、はい、なんでその1週間の休みだけですね基本的には。しかもあの昔と違って今休んだら番付下がっていくじゃないですか。ああそうです、どんどん、はい、交渉なく、はい、あれもきついですよね。あれは本当に僕も一回あのアキレス腱断裂の怪我をして、はいはい、幕内から幕下まで下がったんですよ、はいはい、で幕下に落ちたら給料ないんで、はいはい、もう2月で15万しかもらえない、はいはい、うわこの先どうなるんだろうって思ってる時にテレビ見たら、はい、まあ、某野球選手が何年ぶりかに復帰戦って出たんですよ、はい、で投げれましたで本当に良かったみたいな感じで、でもその何年の間もある程度の保証はあるわけじゃないですか、はい、それ見ててめっちゃええなぁ思って